メノスクスは、古生代ペルム期中期に生息していた、タンユミ類の絶滅した属。エステンメノスクスとも、タンユミツナ、獣ユミモク、ディノケファルスアモク。巨大な角と、興奮から覗く鋭い牙という、あたかも鬼のような形走の頭部を持つ。学名は、ラテン語で、冠を被ったワニを意味する。この動物の属するディノケファルス類は、 別名、恐れか知らるいとも言われ、他には、モスコプス、アンテオサウルスなどが属する。興奮部の鋭い牙や、頭部の角や突起、あるいは異様に飛行した頭骨など、異様な外観の頭部を持つ者も、も少なくない。その中においても、このエステメノスクスは、異彩を放っていた。鼻の上、頬や頭の上部に大きな骨の隆起を持っており、個体によっては、 ヘラジカの枝角にも似た角状にまでなっているものが存在した。おそらくオスのものであると考えられ、性的アピールのためのディスプレイとして派手な彩色が施されていた可能性がある。植生は、尖った摂氏や剣士の存在から肉食であったという説もある。しかし、鈍重な体育をしていることから、獲物を追って捕らえることは困難であり、 不肉食がせいぜいであったと言われる。また植物食説にしても、それほど植物食に適化した葉を持っていたわけではない。そのため、沼などの水底に堆積した、不葉土などを食べていたとする説も唱えられた。これは、分解の進んだ植物を食べることで、消化の負担を軽くしていたということである。とはいえ、まだこの生物の食性については納得のいく。 結論が出ていない。胴体は、ビアソンのようであり、鈍重な生物であったと思われる。大きさは、大型のイウラレンシスでは、最大で、頭蓋長約約60から70センチメートル、体長は4.5メートルに達すると思われる。ペルムキの獣弓類では、モスコプスなどと並んで、最大級となる。ちなみにこの生物の化石には、 極めて珍しいことに皮膚が残されていた。その表面には、鱗はなく、無数の線が発見されたという。これは感染であり、すでにディノケファルス類の段階で発汗による体温調節能力を持っていたとも言われる。ただし、頭頂孔がまだ大きいことから、この説には疑問が残る。エステメノスクスを含むエステメノスクス浄化は、その原始的な形質から、 最初期に派生したディノケファルス類であると言われる。エステメノスクスには二つの種が、共にロシアのウラルサンガミ部などから知られている。頭蓋骨の形態と角の形、及び体の大きさによって分類される。一つは、大型のい、e、ウラレンシスで、こちらは、角はそれほど派手ではない。一方のい、e、ミラビリスは、前者に比べてやや小柄であるが、 頭部の板状の突起が大きく広がり、異様な姿であった。そのため、ミラビリスという首相名が与えられた。ありがとうございます。